皆さんこんにちは。この曲何の第2回目です。1回目よりちょっと難しくなります。三声部で書かれています。これからベースパート、ベースとソプラノパート、3つのパートを同時に演奏、この順番で演奏します。では、はじめにベースパートを。1、2、3、はい。次はベースとソプラノパート。1、2、3、はい。今度はテノールを加えて3つのパートを同時に演奏します。どんな曲か分かってきます。ではいきます。1、2、3、はい。オーラリーでした。作曲者はプールトン。エルビス・プレスリーの Love Me Tender の元になっている曲です。ではまたこの次をお楽しみに。